スターナパラジサや極アジサシは、チドリメカモメカに分類される鳥類の一種。最も長距離の渡りをする鳥の一つとして知られ、一年のうちに北極圏と南極圏の間を行き来する。体長は35センチメートルほどで、鳩くらいの大きさ。成長の夏はは、くちばしと足が赤、頭が黒、背中は薄い灰色。冬はと幼鳥は、くちばしと足が黒く、 後頭部が黒くなる。アジサシに似ているが、くちばしと足が短く見える。さらに、夏はでは、くちばしと足が赤いので区別できる。ハシボソ水ズき鳥とともに、最も長距離の渡りをする鳥の一つとして知られる、極アジサシは、一年のうちに、地球の北極圏と南極圏の間を行き来する。夏の北極圏で繁殖し、太平洋頭部と大西洋頭部に分かれて、 南半球へ渡る。非繁殖期は夏の南極周辺海域で過ごし、繁殖期には再び北極圏へ渡る。いわば、白夜を求めて旅をする鳥で、渡りの距離は往復3万2000キロメートルにも及ぶ。1年間の距離が9万1000キロメートルも及ぶこともある。日本は渡りのルートから外れており、名帳として時折記録される程度である。 ありがとうございます。